ミイラの早々フレデリック・アーサー・ブリッジマンは、アメリカ合衆国の画家である。ヨーロッパで活動し、北アフリカの風俗などを描き、オリエンタリズムの画家の一人に数えられる。アラバマ州、メーコン軍のタスキーにの医師の息子に生まれた。3歳で父親を亡くし、母親とニューヨークに移った。1864年から、証券印刷会社で働きながら、 美術学校ブルックリン美術協会で絵を学んだ後、ナショナルアカデミー・オブ・デザインでも学んだ。翌年には、ブルックリン美術協会の展覧会に出展した作品が高い評価を得て、何人かの実業家から支援が得られるようになった。1866年にはフランスに渡り、はじめ、多くのアメリカ人芸術家が集まって活動していた、ブルターニュのポンタバンで活動し、アメリカ人画家。 ロバート・ワイリーと親しくなり、そのグループに加わった。1866年の秋から4年間、パリでオリエンタリズムの画家でもある、ジャン・レオン・ジェロームの弟子となり、ジェロームのもとで学んでいたトマス・エイキンズや、ハリー・ハンフリー・ムーアや、アール・シンといったアメリカ人芸術家と親しくなった。夫婦戦争中が始まり、危険なパリを離れ、ブルターニュへ移り、さらにスペインに移った。 スペインから初めて来たアフリカに渡り、1873年の春にパリに戻った。1873年の冬にはその年レオンボーナの元で学び始めたアメリカ人画家、チャールズ・スプレーグ・ピアースと再びアフリカを旅し、カイロからナイル川を遡る旅をした。この旅で多くのスケッチ、写真などを持ち帰り、ブリッジマンの1877年の作品、 ミイラの創造が生まれた。この作品は1877年にサロンド・パリで展示され、1881年にロンドンのロイヤル・アカデミー・オブ・アーツでも展示され、ブリッジマンの画家としての地位は確立された。これにより1907年にレジオンド・ドヌール勲章を受訓した。1880年代の初めに、ブリッジマンの絵画の人気はピークを迎え、アメリカでも 古典を開き、ナショナルアカデミー・オブ・デザインの会員にも選ばれた。最初に結婚した妻の健康状態が悪く1885年の冬をアルジェリアで過ごし、アルジェリアで描いた作品は、万国博覧会の展覧会に出展された。その後、妻は没死再婚した。第一次世界大戦の頃には、ブリッジマンの絵の人気は衰えた。ノルーマンディに移り、ルーアンで没死し,した。 ありがとうございます。